与那国空港付近の空中写真。滑走路、延長800メートルの頃。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成与那国空港は、沖縄県八重山郡与那国町にある地方、管理空港である。日本の空港で最西端に位置する。年間利用客数は、合計10万1562人。 那覇及び、石垣への定期便が就航している。また、2016年以降、国内チャーター便が就航しており、空港では、チャーター便に対応するため、全日本空輸から売却を受けて、タラップや ASU などの地上支援機材の常駐を進めている。2012年、JTA の構造改革に伴う、 路線再編として、与那国空港からの同社の撤退及びラックによる代替運行が発表されて以降、地元からは供給積数及び、積載貨物容量の減少に伴う経済への影響を懸念する声があることが報じられた。供給積数についてはラックが使用する機材の定員が少ないことから、石垣線については1日あたり3便に増便する。 物の供給座席数が4割程度減少する。また、貨物の輸送力減少の一例として、特産品であるカジキについて、従来は1便あたり10本程度積載可能であった、物が2本に制限され、すべて運べないとされる。また、石垣島から、航空機による日帰りが可能となることについて、地元住民の利便性が増す反面、観光客が日帰りすることで、 宿泊客が減少するのではないかとの懸念も報じられた。与那国町長の外間守る基地は JTA 便の復活を求めるとコメントした。一方、那覇線については従来の週4便運行から毎日運行に変更となった。なお、石垣線の2012年度上半期における搭乗率は44%であった。2016年、 ラックは現在使用している機材のカーゴコンビである Q400cc を4月15日より、与那国線で運用することを発表した。この機材はこれまでの機材と比べ貨物積載量が2.5倍になっており、火事機についても5本まで積むことが可能となった。また、定員もこれまでの39人から11人、多い50人となっている。かつては、 日本トランスオーシャン航空も運航していた。最西端観光が町の委託を受けて、島内各地を結ぶ路線バスを運航しており、そのうち6便が東空港を経由する。ありがとうございます。